はい、皆さんこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今回の動画はですね、ロサンゼルスエリアにあるロンゴトヨタというところに行ってきました。このロンゴトヨタなんですが、多分ね USDM されてる方でしたら一度は名前聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、よくねライセンスフレームとかにロンゴって書いてるの、見たことありませんかね。そのディーラーに今回は行ってきました。でね、このディーラーなんですけど、かなり大きいディーラーで、アメリカでね 1,2 を争うぐらいの、大きいディーラー、トヨタディーラーではということらしいです。なので、店内にもね車の販売だけではなくて、スタバが入ってたりとか、あとは、グッズの販売の売店ですね、そういうのもあるので、ちょっと面白いかなと思って動画にしてみました。それでは、ご覧ください。はい、それではね、向かっていきたいと思います。これ今ね、I-10 っていうフリーウェイを、東から西に向かって走ってるんですが、通常ね、ロサンゼルスのダウンタウンとか空港とかから来るならば、西から東に向かって走ると思うので、ちょっと出口は様子は違うんですけど、まあこんな感じで、だいたいダウンタウンのロサンゼルスから30分ほどで到着するんですかね。それぐらいだと思います。でね、これ画面に映ってるのが全部トヨタディーラーですね。同じ一つのディーラーです。ものすごい広大な敷地でね、もうこんな感じでいかにもアメリカンな感じでね、芝生の真ん中に、ピックアップトラック、タコマ、タンドラ、あとフォーランナーも並べてありましたね。でここから入っていきます。ディーラーなんですけど、こんな感じでもうエントランスとかもあってね、かなり、広大な巨大な施設です。こんな感じで入っていってね、ここに並んでるのはだいたい新車が並べてありますね。はい、ロンゴトヨタ、この看板もね、割と見覚えのある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これ今入ってからずっとディーラーの中を走ってるんですけど、しばらく走らないと駐車場にたどり着けません。でここが、駐車場ですね。はい、こんな感じで到着です。はい、では早速ね車見ていきましょう。こちらに並べてあるのが、新車のコーナーですね。こちらは全部新車です。でね、アメリカって基本的に在庫の車を新車でも買っていくような感じになるので、こうやってね、新車が大量に、在庫してあるんですよね。日本みたいにね、オーダーももちろんできないことはないと思うんですけど、基本的には、在庫のある中から選んでいくっていうのが一般的みたいです。あ、それでね、ごめんなさい。今ちょっと指を指してるのが、この時ね、マイクの調子が悪くて、全然音が取れてなかったんですけど、左にレクサスがあって、中央にトヨタの新車の販売と、あとは、先ほどね、お伝えした、スタバの、店舗であるとか、あとは、グッズの売店ですね。あと、トヨタのパーツの売店っていうのが、真ん中の建物に入ってます。で、一番右端が、認定中古車の、建物ですね。で、今、僕がいるのが、新車の、販売のコーナーです。こんな感じでね、フォーランナーで、ラブフォーも並べてありますね。で、道を挟んで向かい側に、プリウスであるとか、カローラ、その辺が並べてあります。これもね、背の低い車から並べていくっていうのは多分、道路からの見渡しとかも考えてのことだと思うんですが、そんな感じで車が並べてありました。でね、ちょっと面白いの見つけたんですけど、もうね、ここ今あるのが、このディーラーがあるのが、エルモンテっていうもうアジア人がすごい多いエリアになってまして、
でね、こんな看板もあります。こんな感じでね、ようこそって書いてる看板を見つけました。こういうね、日本語とか書いてあるのも、アジア系住民の多いエリアならではですよね。で、これがあの例の、ロンゴトヨタの、ライセンスプレートフレームですね。これ結構日本で、USDM されてる方見かけること多いじゃないでしょうかね。僕よく見かけた記憶があります。で、これちょっと面白いステッカー貼ってあったんですけど、この車のね、パーツの構成ですね。アメリカとカナダが 50% で日本が 40%。 なんかこういう表記があるのもアメリカならではっていう感じがしますよね。さすがにこれをね貼ったまま走ってる車っていないと思うんですけど、こんな感じでディーラーではこういうのが貼って、販売されてました。車内にもね、定番のグローブボックスのコーションラベルっていうのも挟まってましたね。こんな感じでラブ4が並んでますね。ラブ4ね、アメリカっぽくてかっこいいですよね。はい、でこれが、先ほどの売店のある建物ですかね。新車販売と売店のある建物の前までやってきました。で、この辺にはね、ディーラーのコンプリとかが基本的に並べてあります。こんな感じでランクルの、このね、ランクルのエンブレム気になったんですけど、これって純正であるんですかね？なんか復刻版みたいな感じでね、昔のランクルのエンブレムのイメージですよね。かっこいいです。で、これがフォーランナーですね。こんなね、派手な車がディーラーで売ってるっていうのが、いかにもアメリカらしくて面白いですよね。もちろんね、客寄せという意味もあるんでしょうけど、それでもね、さすがに日本ではここまでの車、ディーラーでは、売ってないですよね。それでね、こういう感じで、どういうパーツをつけてますよっていうのも、窓に貼ってありました。横にはこういうね、使用表っていうのかな？貼ってあって、普通に売ってます。これはタコマですね。それでね、今このディーラーなんですけど、ちょっと窓にね、気になるのが貼ってありましたので、これは CHR ですね。でね、クローズってなってるんですよね。これ多分、コロナの影響だと思うんですけど、ここでね、閉まってるのかなと思って、もう外の車だけ見て帰ろうかと思ったんですけど、やってました、実際。隣のね、ドアから入ればやってました。なので、あれ、営業時間が短くなりますよっていうようなお知らせですね。ちなみに、これ今、動画作ってる現在はもう完全に閉まっちゃってます。はい、これがね、カムリに貼ってあった、セキュリティのステッカーですね。ああいうのかっこいいですよね。ああいうの欲しいですけど、なかなかね、ステッカー単体とかでは売ってくれないので、手に入れるのが難しいんですが、現行のカムリかっこいいですよね。でこれまたねランクルがあって、またこのエンブレム貼ってありました。これって純正の、標準装備のエンブレムなんですかね。それでね、ちょっと面白いの見つけたんですけど、これ水素給油機っていうんですかね、のデモ機ですね。トヨタってね、未来っていう車、水素車売ってるじゃないですか。その関係で多分こういうの置いてると思うんですけど、まだね、馴染みのない人に、どれぐらい時間がかかるのかとかそういうの書いてますね。こういうのがあるのもアメリカならではだと思います。はい、以上ですね、アメリカロサンゼルスエリアにある、ロンゴートヨタから、動画お届けしました。次回の動画ではですね、先ほど冒頭でお伝えした、店内のスタバであるとか、
あとは、売店ですね、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは、また次回の動画お楽しみください。今回はご視聴ありがとうございました。